ホーリシャルリソンさん、やはり屈指のネタ枠だったわらわらわら。リシャルリソンさん、これを決めれずブラジルでネタにされてしまう。さすがスパーズのエース。スパーズがこれを大金で取った理由を証明する必要がある。これぞリシャルリソン、プレミア屈指のネタ枠。足遅い、判断遅い、テクもない、母国でも人望ない、 J リーグでも活躍できなさそう。サンフレッチェ広島に来ないか。リシャカスはいつも通りだから置いといて、ビニシウスのアウトサイドエッグへね。ビニのアウトサイドパスもすっかり板についてきたな。ビニのいいパスを無駄にすんなわら。これでマドリーのユニ期待とか言ってんか。マドリーに逆オファーとか笑わせんな。めっちゃ笑われてて草マジで。リシャカスおもろい。安定の土産流ぶりで安心した。実家のような雰囲気。大好きだよリシャルリソンさん。シンプルに調子上がらんのなんで金困るわ。次はフィルミーノ呼んでくれ。